はい、こんにちは。今回ご紹介するのはこちらです。なんかすごい柄が書いてありますけど、かわいい箱ですね。クラウド IP カメラと書いてあります。こちらですね、ワイヤレスの防犯カメラでございます。監視カメラですね。開封してみたいと思います。カスタマーカードと、こちらが操作説明書ですね。そしてこのようにネットワークカメラが入っております。接続用の LAN ケーブルにネジ類ですね。そして充電用の USB、 こちらが充電用のアダプターで、そしてこれが取り付け用のクリップみたいなやつかな。よいしょ。そして本体ですね。よいしょ。こちらが本体、かわいいですね。ということで今回はポテンシックさんから発売されているワイヤレスの防犯カメラご紹介します。有線無線の LAN 対応、 720p の100万画素の動画が撮れる監視カメラでございます。スマホで見れるようですね。私ですね、個人的に監視カメラというかですね、防犯カメラ購入して運用しております。家のね、前にゴミを出されたりですね、なんか変なもん置かれたりですね、車に傷つかれたり、傷つけられたりね、結構してますので、そんな誰がやったんだというのをね、チェックするために個人的に購入しているのはこちら、プラネックスのスマカメというね、商品ですけれども、こちらスマートフォンで見れて、LAN で外出先からもね、見れるカメラ。そして暗い時にはですね、赤外線カメラ搭載していて、まあ、ある程度見れるカメラで、今重宝して USB、SD メモリーカードですね、マイクロ SD にずっと常時録画をしております。そんな中、今回ポテンシックさんからのレビューを提供品で、見守りカメラにですね、レビューさせていただきます。大きさはこんな感じですね。この台座になるんです。こちらはもうこのように大きいと。そしてこちら手動でですね、この向きを変えるんですが、どうもここはね、首振りと上下がね、自動でできるということで非常に楽しみです。ではですね、こちら見ていきましょう。レンズここにあります。そしてここね、ワイヤレスと有線と両方対応しますので、こちら光るのかな、こんな感じ。そして LAN ケーブル、有線 LAN と、こちらリセットボタンですね。あとここにマイクロ SD 挿すところと、電源がこのように USB 給電になってますので、モバイルバッテリーでも動くんじゃないかなと思います。このようなデザインです。かわいいですね。壁に取り付ける際はですね、このようにですね、ネジ込み式で、ここにね、ネジ穴がありますので、まあこんな感じでつけておくのかな。こんな感じかな、まあ、こうかな。まあ好きにですね、角度決めれますので、ネジを止めてこう取り付けると、こんな感じ、好きな角度に取り付けられるかと思います。まずですね、アプリをインストールしましょう。 MYPC アプリということで、こちらの QR コードを読むと、このようにね、画面が開きまして、 MYPC となってますので、こちらインストールをしましょうね。このようにインストールをしております。ダウンロードですね、完了しました。インストールします。ちょっとね、こういったのは正式にプレイストアでダウンロードするものではないので不安ですけれども、まあ大丈夫でしょうと。起動しましたね。最初にユーザー登録をしてしまいましょう。そうしますと、このようにログインできました。でカメラリストって表示されています。今からカメラを登録します。プラスボタンを押してですね、カメラに QR コードがついてますね。これを読み取ります。今ですね、電源を挿した状態です。なんかね、スピーカーがここにあるみたいで、ちょっと音がしてるのが気になりますが、おお、なんかこいつペッパーみたいですね。なんか気持ち悪い。すごい初期化してるのかな。でアプリですけど、今こんな状態です。どっちの接続にしますか。 Wi-Fi にしましょう。 Wi-Fi ですね。あ、で無線 LAN のパスワード聞いていきます。 Wi-Fi パスワード入れました。次、もう日本語でよくわからん。無線 LAN の前提条件、ボタンを押してください。リセット1秒後に入れて、1秒後に外れて音声を聞いてから、赤緑が交互に点滅し、上の図に示すように。とりあえずリセットボタンを押せということですね。これなんかピンみたいなのが付属してますので、リセットボタンはここです。なんかずっと違う。1秒押して離す。
これでいいのか。オープンサウンド、カメラマイクのスピーカーの近くに携帯電話を保持するの Wi-Fi 接続するのに役立ちます。ですね、無線 LAN での接続はうまくいかなかったので、有線一発目だけに有線つないで設定しました。そしたらね、簡単にこのようにですね成功しましたので、あとは LAN ケーブル外していいということです。つながりました。こちらですね、アプリ起動しますとカメラリストというのが表示されまして、今ねこちらカメラがスマホで見えております。これが設定になりまして、ビデオサイズ通常高画質、できるだけ高画質ね。あとは、まあ、マイファイル、この辺は今何もありません。あと設定ですね、まあこんな感じ、音声、バイブ、通知の着信、こんな設定があります。ではカメラ見てみましょう。おお、なかなか映像綺麗ですね。画質は今一番いい高画質だと思いますが、おお、スマカメに比べて綺麗じゃないか、これは。で、なんといってもね、これ USB で充電、給電ですので、モバイルバッテリーで動ける、この素晴らしさ。これなかなかね、いいですね。こんな感じ、今最高画質になってます。メニュー見ていきましょう。こちらがですね、今バッテリーついてます。こちらが、この本体で拾った音を、スマホから出すというね、モードです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。助けて。こんな感じで出ますね。次逆です。こんにちは。こんにちは。というふうにですね、ちょっとねはうっちゃうんで、なかなか気をつけた方がいいと思います。そしてこれシャッターボタンです。このように画像をね撮ることができます。よいしょ、これでダウンロードですね、できました。戻りましょう。そしてこちら録画ボタンですね。ちなみにこれね、いいのがね、ドラッグでほら動かせるんです。これ素晴らしい。結構いきますよ、ほら。ここまで、もちろん上下も、微妙な動きも、すごい。上まで行きます。来ましたね、上まで。こんな感じで360度とまではいきませんけど、見渡せるの素晴らしいですね、これ。そして録画終了。そうしますと、この歴史というボタンでですね、こんな感じで、ビデオ、全部、スナップショット、マイファイルかな？ビデオは、はい、これで、このように動かしたね、状態も見ることができます。あとは設定になります。これね、いいのはね、モード切り替えることができます。このあたりの画質変えれますけど、強制的にね、昼間のモードにしたり、夜間のモードにしたりすることができます。これね、スマカメがね、暗くなると常に夜間になっちゃうので、ずっと昼間にしとけばね、意外とね、夜でも綺麗なんですよ。で、例えば、これに電気をこうやって、切りますよ。こんな感じ。ほら、昼間のモードでもまあ見えますよね。これをね、夜間モードにすると、赤外線モードです。こんな感じで、うん、見えるでしょ。あとはですね、設定です。いろんな設定をすることができます。このようにね、まあパスワード等あるんですけど、ネットワークの状態を見たりですね、あと画面表示。
日付をね画面に表示できるんですけど、その表記も細かくできます。あとね SD カード入ります。マイクロ SD 入りますので、これ今入ってないですけど、これでストレージデバイス、ここに起動状態すると、これなんだろうな、接続されていないカメラ ID はよくわかりません。あと警報と通知、この動態検知をするとね、このように感度とアラームを教えてくれるそうです。アラームで教えてくれるそうです。あと計画のふとこれとね、録画のどうもね、これ開始終了時刻とか定期的な予定が組めるみたいです。でこれと予約録画と何が違うのかというのをちょっといまいちわかりませんが、これはピンポイントかな、でも一緒ですよね。これ連続録画をオンにすると、これでね録画がストレージデバイスに SD カードにされると思います。このあたりはまあいろいろね試してみて、常に録画してもいいかなと思います。日付時刻ですね、こちら時刻も自動同期で見てくれますし、サーバー指定したりですね、あとシステム、まあこういったリブートしたり初期化したりというところもできます。その他、そしてねこちらマイクの音量かな、音量調整と周波数ですね、こちら西日本ですので今60にします。これ設定した方がいいと思います。こんな感じで以上がね設定メニューになります。ちょっとね画質等はまたアップしたいと思いますけれども、スマカメより感覚的にはだいぶ綺麗ですねこれ。うん、いい感じだと思います。接続さえ安定すれば問題なく使えるかと思います。あとこのドラッグでのねカメラ首振りもう最高ですねこれは。外にいながら家の中詳細見ることができますので、いろんな用途に使えるかと思います。1点難点です。これメーカーさんなんとかならないのかおかしいのかちょっと確認したいんですけれども、常にねホワイトノイズが出てるんですよこのスピーカーから。聞こえますかね、これをなんとかしてほしいです。スピーカーをねゼロに音量しても直りませんでしたので、ちょっと問い合わせてみたいと思いますけれども、素晴らしいデバイスかと思います。とまあこんな感じで、今回はですねこちらホテンシックさんから発売されているネットワークカメラご紹介しました。かなりおすすめでございます。ちょっと運用したらこのスマカメから乗り換えたいかなと思っております。ということで今回も見てくださりありがとうございます。